番簡単とは何だったんですかね。一番簡単かっこ簡単とは言っていないみたいな、そんな感じがしますね。戻っていきましょうか。あー、なんかどこかのこのゲームの RTA プレイヤーの方はここのコースのことを RTA 上でなんかリップランみたいなことを確かに書いてたような、タイマーに書いていたような気がしますね。で、戻ってまいりましたよと。で、今回はここから五コインさんが上にいろいろいるんで、この五コインさんたちの攻撃をかいくぐってこう行きましょう、こう行ってここに乗りましょうと。で、ここの五コインさんはまあとりあえずリュウさんに落としておこうということでぶん投げておきましょう。で、次にここからあっちの足場に行かなきゃいけないんですけど、あの五コインさんの右手に当たらないようになんとかここから幅跳びで行きましょうか。結構距離遠いのでしっかり助走つけないと危険なので注意していきましょう。ちょっと待ってくださいね、危ないな。ちょっと待ってください。こうで、ちょっと待ってくださいね。こうで、こうで、こうと。オッケーオッケー。これで無理くり届くことができましたよと。で、ここに3分投げて、で、ここからあっちの足場に行きたいんですけれども、距離がちょっと微妙に遠いので、あっちの赤コインがある方向にまず行きましょうか。こっから勢いをしっかりつければここに届くことができますよと。で、ここからしっかりとマリオさんが壁キックをしっかり決めることができればこういう風に足場を渡っていくことができますよと。これでようやくここの長い長い通路を通り抜けて謎の場所に、新しいエリアに来ることができますよと。で、あそこにスイッチがあって、まあ、あっち側こっち側といろいろ行けそうなところがあるんですけれども、今回は一番簡単なやつを取ろうということで、スターがどこにあるのかと言いますと、どこだろうなとマリオさんがすごいここにありそうみたいな感じで必死にしがみついていますが、なんとここにスターがありますよと言ったところで、このコースの中では一番簡単なスター無事クリアいたしました。バウザーズクイックサンドピットをクリアいたしました。まだあとスター4枚あるんですけど、クリアしたことになっています。次回は、まあ、あそこの憎たらしいスターの動画